平成30年度自衛隊音楽祭り第1章陸の挑戦単独演奏最後に登場するのは陸上自衛隊中央音楽隊そして第302保安警務中隊Ground Set Defense Force 2nd Band and Ground Set Defense Force 302nd Military Police Company 挑戦するのはミリタリーバンドとしてミリタリースタイルの追求諸外国からの要人などをお迎えする際の特別儀仗を行う陸上自衛隊中央音楽隊と第302保安警務中隊によって飾らない平明な動きの中にある格式と伝統の音を奏でます指揮は陸上自衛隊中央音楽隊阿部亮一等陸尉両面には堀垣弘陸曹長演奏曲は祖国そして陸軍分裂行進曲